中国の習近平国家主席とブラジルのジルマルセフ大統領2015年にロシアでのブリックス首脳会議にて中国とブラジルの関係では中華人民共和国とブラジルの国際関係について述べる1949年10月1日に中華人民共和国が成立してから1964年に 財産パウロ大使館員によるスパイ活動が発覚して国人が逮捕、起訴され、その後に国間協議を経て、国外退去する処分で終止符が打たれた。1812年に、ブラジルに拠点を置くポルトガルのマリア・一世が、リオデジャネイロ近郊のサインの開発を進めるために、真の労働者を輸入した際に、ブラジルと清シを含む共同事業が始まった。 1900年には中国からの移民がサンパウロに定着した。1879年にアルトゥール・ジャスヤイ帝徳が直ちに北京で初のブラジル特使と大臣全権を務めることになり、ブラジル帝国と新朝とは1880年9月に友好、商業、公開条約が成立した。しかし、中国人はブラジル人が契約労働者として、 中国人を雇うことを認め、非白人労働者が安価な労働者として扱われていることを知った。イギリスは再び事実上の奴隷制をもたらすと信じて、ブラジルへの中国労働の輸入に反対した。ブラジルの奴隷制度は1888年に廃止され、1893年にブラジルが移民に関する新しい条約を交渉するために北京に行ったが、 中国人は無関心だった。1949年10月1日に国境内戦を経て中華人民共和国が中国大陸に成立後、1974年に共産主義だった中国と軍事独裁政権下のブラジルは国交を樹立するも、当時はイデオロギーの違いから関係は限定的だった。アメリカ合衆国とブラジルの関係が 冷却化した1980年代は、各開発計画や各兵器搭載可能な弾道ミサイルの開発計画で、協力関係にあったとされ、後の中国、ブラジル地球資源衛星にもつながったとされる。2004年11月12日に、中国の古今東国家主席は、ブラジル議会の演説で、ラテンアメリカと中国は、国民の自立を守り、国家を建設する上で、 同様の経験を持っていると述べ、両国は同じ感情と共通言語を持つこと、中南米関係は政治分野で相互補助し、相互的経済を強化し、密接な文化交流を行うことが期待されていることを述べた。2009年にブラジル最大の貿易相手国は中国となっており、同じブリックスとして関係を強めた。 2017年までに中国は、主として自国に食料を輸送するための北ブラジルの港湾の建設を開始した。またインフラの結果として通信されたサービスベースの製品もブラジル市場に流入している。中南米諸国は世界の開発に投資するという中国の計画で、将来の中国の国際投資計画の恩恵を受けた。 中国は鉄道修復に向けた資金調達を行い、ブラジルへの投資を増やした。2014FIFA ワールドカップ開催の前には中国製の鉄道車両が輸出された。鉄道やインフラの修理は2016年にリオデジャネイロオリンピックに先駆けて行われた。さらに、原材料から重機及び工業製品までの貿易もある。ありがとうございます。